しないと思ったんですよ。あ、嬉しい、あ、嬉しいわ、嬉しい、ありがとう。アルティメットワードか、これめっちゃ嬉しいよ。さあ、実弾アルティメットボーナスはですね、一番いい大当たりですね。2000個ゲットできて、さらに100回時短つくんで、もう100回もあったら7分の1引けるだろうっていうことでね、もう高速消化なんですけども、絶対絶対って言い切れないですけどね、まあほぼほぼよっぽど運が悪くない限りはもう次の渡りも来るぞという感じです。あ、当たりました。即当たりですね。本当高速消化で即当たりするんで、アルティメット中はで、アルティメット大当たりの後はちょっと特殊で、なんだろう、ガンツに近いかな、イッテクラチーみたいな感じで、1アルティメットが1ラウンド扱いなんですよね。なのでこうラックアップみたいな感じでどんどんいってくるんで、これがね、20アルティメットで終わっちゃったら4ラウンドだったよってことになりますね。はい、28アルティメットなので、これは今の渡り12ラウンドだったってことになりますね。よし、頑張るぞ。いや、リーチ厳しいか。赤のズカラ先を見てるんですね、赤オーラの。でもな、どうかな、発展してほしい、とりあえず。ダメだ。あ、緑控えてる。赤が欲しいね。あ、フラッシュは赤。おお、全員いた。ちなみにラッシュ中ゼブラバラは大当たり濃厚ですね。予告はもうなかなか出ないですけどね、本当。さあ、頼みます。とにかくリーチ発展すれば期待できる。まあ、もちろん通常時のバトルと同じで、マドカが期待できますね、今の中では。ホムラでもいいんですけど、あと仲間来ちゃえばバトル中は最終回転以外は大当たり濃厚なんで、あと赤テロップ食うだけでめちゃくちゃ熱くなるんですよね。なんもないけど、でもどうかな。あ、来ました。強ければシマキングも受けるかもしれない。7、よし、ありがとうございます。でも7で当てることが大事なんで、全然違いますから、4ラウンドと12ラウンドだと。ノーリーチ。あ、マルプルギス。あ、熱い。マルプルギスは熱い。しかも大当たりすれば12ラウンドですよ。逆に、バトル中のアルティメットじゃない、マルプルギスは赤文字がデフォルトなので、逆に白文字だったら大当たりの方が。でも熱い、めちゃくちゃ熱いですから、それ期待できますよ。いける、いけるだろ。えぇー、嘘でしょ。えぇー、そんな、あ、アルティメット来た。いや、もうちょっと絶望、まあ今日出てるからそんな絶望じゃないけど、もう絶望する必要なんてないって言われると、なんかもうグッときました。今こんな熱いの外すなんてと思ったんで、いや今日やばいでしょ。
アルティメット2回引けるってかなりでかい。おお、最終回転10回転目で当たりました。危なーい危なくないけどアルティメットだったねえ16引いた16引いた。ちょっとアルティメット継続ってことですよね。これまた16引きましたもん。だって32だもん。アルティメット2連続引きましたよ。何今日どうした。そんな引けるもんじゃないよそして10回転超えるっていう見えないけどいいです。ちょっと今日何いけるぞ。シマキングいけるぞ。いやー嬉しいですね。このアルティメット最高記録です。私さっき読み来てるけど、そこ行く？行けるの？ダメだ。さあ5回転目。青は来たけどね、青じゃダメだよ。そうだね、これは。うわー、ラスト来ました。長押し欲しいな。長押し来ないね。ただ私保留貯めてなかったんで直前まで。そうなんですよね。でもな、どうせだったらやっぱり2万発出したいんですよ。で今1万3000発くらいなんで、調子いいからどうせならね、一発で3万発も行ってみたいじゃないですか。トータルのお願いします。よし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 うれしい。しかも7でございます。12ラウンド嬉しい。今日は愛されております。今まで私本当にダメだったんです。最近の不調すぎて汚れがすごい溜まってたんですけど、もう解放しましたね。これい
く発展してくれただけでいい。窓かっこいい、窓か。マミさん、出たらもう8割ぐらいまで上がるんですけど出なかったね。頼みます。あー食べた、ダメか、ダメか、しょうがない。青窓か、来ないかな。窓か、窓か、ここに来てね、帰ればいいんですけど。ダメそうだな、これは。
取る。さて、さやか、まあ、ただこれも2段6回転目と保留分計5回転分の演出はだいたい一気にこう先読みしてるんで、全然そのピンチでもないというか、全然突破率 50% ぐらいあるんで、わかんない。じゃまだわかんない、わかんない。いや、すごい頑張った。もう頑張ったよ、本当に。全部、ああ、しまった。ああ、終わりましたね。いやー、でも、頑張りましたよ。ね、約1万7000発ぐらい上から合わせて、だからだいぶ頑張ったと思うんで、でも今日本当はね、いければこのプラスサダマ3万発トータルでね、それまでいけたらいいんじゃないかなと思ってたんですけどね、ちょっと惜しかったね。また行きましょうか。それでは実戦終了したいと思います。午後大当たりゼロということでね、なんだろう、結構プラスなはずなんですけど、ちょっと悲しいです。まあ、島キング誰なのかということでね、エンディング楽しみにしていただけたらと思います。お疲れ様でした。結果発表よいしょはい、ちょっとシーンとした一瞬でシーンとしちゃったんですけれども、今日はね、頑張ったと思いますよ、初っ端から。早速じゃあ、結果発表していきたいと思います。投資ですね、なんと4000円ですよ、4000円、軽いです。で、出玉が12,884個で、サダマがなので、プラス11,884個ということで、今回もいい感じのプラスでございます。ありがとうございます。まあ本当はね、17,000発あったんだけどね本当あったんだけどね。午後お昼を食べてね、よし、またラッシュ入れるかってあったらね、一回も当たりませんでした、はい、通常はね、あれ私何回だっけ、13回当たったかなのままでね、終了ということで、果たして島キングに私は慣れたのかということで、どうなんでしょう。はい、結果いただきました。はい、じゃあ結果の方発表したいと思います。まずは私の10位、ダララ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 、ちょっと巻き舌できないんでね、ダララ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 第7位というわけで、前回より悪いじゃん。島キング獲得ならず。7位、あれで1万発プラスサダムだよ、それで7位。じゃあ島キングの方はですね、やはり、お昼ぐらいからもうずっと 独走していたあの台ですね、なんと大当たり回数が36回。私 あと20連ぐらいしたらいけるかなと思ってたんですけど、足りないじゃん、全然20連じゃ。で、あ、すごい、もう1連30回の方います、大当たり。うわ、待って、みんなすごくない？今日いけると思ったんだけどな、みんな強いな。
てなわけでね、さちょっとしたリクエストもありまして、緊急的に決定したことがございます。なんとですね、私と島キングを争おうというわけでね、私のライバルになりたい方はぜひぜひ遊びに来てください。そして、島キングに見事なった方には何かいいものをね、スタッフさんがねくれるっていう、やっぱ称号的なのを兼ねたなんかねいいものをプレゼントするよってことをね急遽決まりましたので、何プレゼントするかっていうのはまだねもう全然決まってないんですよね全然決まってないんですけど、次回3回目からですね、ちょっと虫がちょっと集まってきてますけど第3回目から、その島キングなったよっていうけど、私俺だよっていう風に言ってもらえたら、その称号の方をお渡ししたいと思いますので、3回目も、遊びに来ていただけたらと思います。というわけで今回はまたしても残念だったんですけども、でもいい感じでプラス、しかも結構な大台でプラスなんで、3万発までまた上乗せしましたよね。あと1万発ちょっと、ちょっと出せばもう目標の3万発に届くので、これは余裕じゃないかなと思ってます。この調子でね、3回目でもついにもう3万発オーバーっていう風になるように頑張りたいと思いますので、次回も楽しみにしていただけたらと思います。それではまた見てください。さよなら。